ダビドガレジュ複合修道院は、ジョージア東部、カヘティ地方にある修道院群。トビリシから南東へ 70km、ガレジ山麓に位置する。100近くの小室、聖堂、礼拝堂、食堂、居住部屋が岩をくり抜いて作られている。修道院の一部は、アゼルバイジャンのアグスタファ県に位置し、国境確定の争点となっている。またこの地域は、保護動物種の生息域、古代人類の居住地としても有名である。紀元は6世紀に、ジョージアへやってきたアッシリア13教父の一人、ダビド・ガレジェリに遡る。彼の弟子であるドド、ルキアンらはそのラブラを拡大し、新たに2つの修道院を建設した。王侯貴族による支援も受け、9世紀には、聖イラリオンの監修元、さらなる発展を遂げた。グルジア正教会を代表する賛美歌ザウアート、エーヴィンヤードの作者として、有名なデメトレ一世は退位後、ダビド・ガレジを隠遁の場とした。ダビド・ガレジは過酷な環境の中にあるにもかかわらず何世紀もの間グルジアの宗教、文化の中心地としてあり続けた。ある時期には、莫大な広さの農地や数多くの村落を所有していたという。内文に描かれる様々なフレスコ画には時代による文化、生活の変遷が反映されており、美術的、歴史的観点双方から高い評価がなされている。11世紀から13世紀には、グルジア王朝の物質的、文化的繁栄とともに、ダビド・ガレジの発展も栄達を極め、新たな修道院の建立がなされ、旧来のものは拡大され改修が施された。モンゴルによる襲来をきっかけに、グルジア王家の失墜に呼応して、ダビド・ガレジも長い没落の年月を経ることとなるが、後に、王家の手によって何度か修復がなされる。1615年にはペルシャ軍の攻撃を受けるが、1690年に修道院長となったオノプレ・マチュダゼの下で破壊された貴重な写本や装飾の修復がなされた。1921年のボリシェビッキによる占領以降は閉鎖され無人状態となる。ソビエト・アフガン戦争の時期には、ソビエト軍による軍事演習のキャンプとして利用され、ダビド・ガレジの特徴である壁面が一部破壊されるなどした。1987年に作家ダタ・トゥラシュビリが率いる学生グループが反対運動を起こしたため、ソビエト政府は一時修道院での砲撃演習の停止を決めたが、翌年には再開された。この行動はグルジアの民衆の間に憤怒の情を湧き起こし、トビリシでの1万人規模のデモ、修道院での学生によるハンガーストライキが実行され、ソビエト軍は撤退を余儀なくされた。1991年の独立後、ダビド・ガレジは修道院としての機能を復活させる。ところが1996年グルジア軍がこの地域での軍事演習を開始する。再度反対運動が組織され、1997年5月にグルジアの NGO 団体が砲撃演習の場にテントを張り、軍事演習の妨害を行った。最終的にこの地域での軍事活動は禁止となった。ダビド・ガレジはグルジアの主要な観光地となっているが、現在も修道院として機能しており、巡礼者の足も絶えない。2019年にアゼルバイジャンは突如、修道院の一時国領内にある箇所を封鎖した。ジョージアの抗議にもかかわらず、2020年現在、ダビド・ガレジのアゼルバイジャン側半分は訪問できない。ありがとうございます。